はい、ドギリ。ねえねえコーチ、サーブを安全に入れるコツを教えてください、はい。頭の上にトスが上げやすくなり、下から触ってあげる。最初低いんですか？どっちもいいですよ。うん。はい。お、今。うん。ねえねえコーチ。お、前の気に。サーブを安全に入れるコツを教えてください。はい、サーブ安全に入れるコツ。わかりました。そしたら、2つあって。はい、回転をかけましょうか。はい、はい、一つは、スライスサーブ、はい、もう一つはスピンサーブ、はい、やっていきましょう。お願いします、はい。じゃあちょっと後ろから見てみてください、はい。スライスサーブは、ボールの少し、まあ、右利きの人だったら右外側、こっちをちょっと触ります、はい。でラケットの、小指は1、2、3、4、5、6ってラケットの番号があるんですけど、1と2の間ぐらいから、ボールに向かっていって右側を触る、はい。で、鋭くこっちに振り抜いて、でボールが少し、はい、こっちに大きく振り抜いたらこっちに振り抜く、はい。で、そうするとボールにこういうスライスって横の回転がかかります。そうするとボールが入りやすくなります。はい、うん。あともう一つがスピンサーブ、これを皆さんにやってほしいんですけど、コツはちょっとアドバンテージサイド、こっち行きましょうか。コートの、真ん中から右と左があって、この左側アドバンテージサイドっていうんですけど、ここからコートの、相手コート斜め対角線上の右側を狙います。でスピンサーブはこういう風に、ラケットヘッド、頭の部分とグリップの部分が、ボール当たる瞬間にこういう形になります。でここからボールの少し下あたりを斜め下、まあ時計で言うと、まあ、7時あたりを触って上に振り抜きます、はい。こういう入れ方をします、まあ、練習としてはこうです。こうやってこうラケットヘッドとグリップがあったらヘッドを少し下に下げてこう下から上にかけてる、綺麗に。なるほど。トスがそうですね、スライスサーブのコツは、トスが頭の上が12時方向としたら1時方向、この1時方向でボールを触るとスライスで、スピンサーブは少し、膝曲げて胸を上向けると、頭の上にトスが上げやすくなります。この頭の上でボールを投げて下から触ってあげるとスピンサーブが打ちやすくなるので、ちょっとやってみてください。はい、ありがとうございます。はい、こんな感じ。最高。